くな、頼むわ。わかりました。ご苦労さん。よっ、千秋さん。はあ、橋口警部補。どのしあったんですか。実は、殺された陽仙さんとは知り合いでして。殺されたって、千秋さん。まだ殺人事件とは断定してませんよ。でも、殺人事件担当の狩屋警部とあなたが捜査をしているっていうことは、殺人の可能性が高いっていうことじゃないかしら。いや、これは参ったな、千秋さんには。それではお父さんの63回目の誕生日を祝って乾杯。乾杯。乾杯。いや、おめでとうお父さん。まあこの年になって誕生パーティーというのもなんだか気恥ずかしい感じだな。何言ってるんです。いつまでも元気で頑張ってもらわないとね。そうよ、お父さんあっての桜木流なんですから。家元の責任は重いですよ。優先、お父さんもいじめちゃダメですよ。いじめじゃなくって励まし。まったく優先さんにはかなわないですね。さあ、それじゃいただきましょうか。家元の誕生パーティーに呼んでもらったっていうのにこんなに遅れちゃうなんて。ご飯はね、ちょっと足りない。そうですか。少し散らしてちょっと、はい、じゃあそういうことでよろしくお願いします。お父さん、飲んでる。飲んでるよ。橋口、鑑識の結果が出たぞ。あ、そうですか。死因はワインに混入されていた青酸カリによる中毒死だ。誰が一体青酸カリ。いや、まだ他殺と断定したわけじゃないよ。あ、そうですね、うん、午後8時ごろ、京都倉間にあります山荘で日本舞踊の桜木流家元桜木千秋さんの長男桜木陽仙さんが死亡しました。警察の調べによりますと死因は毒物による中毒死で、他殺と自殺の両面で捜査を進めています。亡くなった桜木陽仙さんは昭和39年桜木流私と陽仙さんが初めて会ったのは、ね、ちょうど2ヶ月前雑誌の取材で桜木家を訪れた時だった。彼はとても感じがよく、私の取材にも親切に答えてくれたし、とても人に恨まれるような人には思えない。そういえばあの時。あ、そうそう、千秋さんは推理小説を読むのが趣味でしたよね。はい、事件を推理するのが好きなんです。じゃあちょっと相談したいことがあるんだけど。
よかったら今度父の誕生パーティーがあるので来てくれませんか。その時に詳しい話をしますから。陽仙さんが言っていた相談っていうのはもしかして陽仙さんの死と